こんにちは。楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大介です。田中大介のマネは語る。6月の FOMC では、まだまだ経済を強力にサポートするという高派的な姿勢を強調しました。ただその一方で、経済、金利見通しは FRB がより早く高派的な対応、つまり金融緩和の解除に 向かっていくんではないかということを示唆したとこういう点になっています。マーケットは逆に FRB がインフレファイターとしての姿勢も示したということで、それまでいつテーパリングの話を出すのかとか、まあ、そんなことでやきもきしてたわけですけれども、心理的には逆に落ち着いたという状況です。ですから、しばらく この心理的な証拠の間に一層はあるんではないかということを私は期待をしております。ただ、いずれ FRB はまた投資の焦点として浮上してくるということを想定されますので、この機会に少し FRB 自体について精査しておこうというふうに考えます。そこで今回のテーマは、米株式。 FRB をプロファイリング。まるっと見通す年後半戦ということです。FRB については、これまで市場が非常に神経質になっていた分、いろんなことが言われました。ただ、私の経験的実感からすると、どうも FRB そのものから随分離れた議論というものも多いんではないかと思うところがありました。ですから、今回は、 FRB の正体を明らかにする。まあ、そこから、プロファイリングという言葉で表現をしております。なお、この動画は、楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。この動画がいいなと思われた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お話しすることは、一番。 FRB 未来図につきまとうクエスチョン。これは FRB の予想というのはアメリカにとって望ましい姿にどう近づいていくかという未来図になっています。しかも FRB というものは金融政策を行使する、実力行使する、まあ、そういう機関なんですね。なおかつ日本やヨーロッパにおいては経済の金融政策感能度というのが鈍ってますけれどもアメリカは まだまだ反応します。ですから、株価も、金利も、為替も、FRB の想定に沿って動いていくというところがある。その点で、かねてから FRB の予想は投資家にとって未来図なんですということを申し上げてきたんですけれども、現在そこにクエスチョンマークがついております。そして2番目、FRB 自身にも見えていないことがあるんだと。 ということですね。まあ当然といえば当然のことなんですけれども、あたかも FRB は何でもお見通しみたいな、こういう印象があるのか、あ最近の FRB の一挙手一投足、言動を見ながら、あ真意がよくわからないみたいなことを言う声も随分あります。でも、FRB 自身にも見えていないことというのがある。でも、見えていないときには、 見えていないなりの対応行動というものがあるということなんですね。まあ、そこで3番目。私たちが FRB に見るべきものというものがあるんだと。これが投資にとっての指針になるんだということで、えー、話を進めてまいります。まず第1番目。FRB 予想という未来図ということですけれども、私の動画では何度も何度もこの図 この表を取り上げております。えー、FRB メンバーの経済見通し、直近6月16日 FOMC 後に公表されたのが、この上の表ですね。えー、アメリカの GDP が21年、今年7.0%、22年3.3%、23年2.4%という成長率の軌道をたどって、長期的には1.8%。これは、 アメリカ経済の巡航速度というのがおよそ1.8%であろうという FRB の見立てになっています。そして、えー、このゆくゆく1.8%を平均的な成長軌道として安定させるときに達成されているものとして、えー、想定されるのが失業率4%、これ完全雇用といわれる失業率水準です。それからあインフレ率が2%ということなんですね。 でこれを達成するために金融政策を行使していく。でも、コロナ禍で経済が大きくブレた後なので、随分、この経済成長見通しもブレて現れています。そのことをイメージするために図にしたものが下のですけれども、この点線、これが1.8%の順行成長軌道です。実際の経済が、あこの上を辿っているんであれば、 およそお失業率4%、インフレ率2%で推移している,いるであろうという、そういう線なんですね。これに対して FR、FRB の今回の経済予想に基づく経済軌道というのは、2020年コロナによって大きくマイナスに落ち込んだ。これデフレギャップって言いまして、えー、需要が足りない、デフレになりやすい、景気が悪化しやすい、まあ、こういう状況なんですけれども、2021年に7%成長によって、 一気にもうこの点線を超えてきますつまりプラスの領域に入ってくる、まあ、そうすると極めてインフレ的であるそれから失業率は4%を下回ってくるであろうという想定になるわけです FRB の実際の予想では2021年の失業率は4.5%になっていますコロナのあと過渡的な現象として失業率そんなに速やかには下がらないだろうということがここでちょっとにじませてるんですね で、インフレ率に関しても、この時期、いろいろ需給のミスマッチがある。あるいは、資源やエネルギーなどのコモディティ価格が急騰するということで、高めの数字が入っています。ただ、その後、この4%を下回る失業率になっていくし、インフレ率は2%に近いところで推移するという想定になっているわけです。ただ、この3.3、2.4というのは、来年再来年の成長率であっても、 巡航速度1.8%を上回ってますから赤い線は点線からさらに乖離して上振れてます。そうするとインフレ率って果たしてこんなに低いんだろうかっていうこともこう危惧されてくるわけです。ですからいろいろ金融引き締めのアクションを早めなければいけないんじゃないかという成長見通しになっている。にもかかわらず公式には23年まで利上げしないということを言っている。でも FOMC のメンバーの中では もっと早く利上げすべきだという予想が出始めていると。まあ、こういうふうなちぐはぐが生まれているというのが今の状況なんです。まあ、今回のコロナ禍というのは、FRB にとっても空前の見たことのない前例のない出来事であるということで、なかなか予想難しかったんですね。えー、昨年の9月、まだまだ先行き不透明感が強かったときに、この青い線のような予想を出したんですけれども、これですと、 2023年までデフレギャップ解消というのがきっちりとはいかないということで、ここまで金融緩和しますよということを言ったわけです。ただこれは予想というよりは、アメリカ経済、いずれ改善するけれども、長い間緩和を続けますということを強調するために、あらかじめこういう予想の水準を置いてきた。つまり置きの予想だったということが言えます。 それが現実の経済軌道、バイデン政権の経済対策やワクチン接種の進捗によって、成長が想定よりも相当早まったことによって、今、この赤い線のような軌道に変わっている。でも、金融緩和のスタンスというのを今すぐ変えるわけにはいかないという、この蓄白感がここに表れているということなんですね。ですから、その未来図というものが、ちょっと中身が変わってしまっているというところがあるわけです。 これを金利見通しに当てはめますと、こちらの左の図、大きいところが6月 FOMC 後に公表された政策メンバーたちの金利見通しということになります。2021年中、ここのメンバーは、見てのとおり、現状のゼロ金利を継続すると、こういう見通しです。ところが2022年になると、このドットの一つずつが見通しですけれども、 1>, 1回利上げをするという人が5人、2回利上げをするという人が2人、これが23年目になりますと、金利据え置きの人がさらに減って、利上げの人がこういうふうに分布しているということになります。えー、一番上げると言っている人は0.25%ずつであれば、6回上げるという、こういう見立てになっています。ですから、 その点では、まだまだです、ね、金融緩和は続けると言っているんだけれども、だん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 こういう前倒し見通しが来ている、先ほどの GDP ギャップの見通しからすると、もっと早くに利上げを進めていくというのが、平時においては妥当だというところでもあるんです。うん、ですから、こ、まあ、この辺の地獄白環というものが、今後、マーケットでは折々に神経質な材料になってくる。 こういうことが想定されます、まあ、FRB 自身あ、今回の前例のない事態に対して、ぜぜひひで対応していかざるを得ない、まあ、そういう不確実性があるんだということです。FRB にもそういうふうに不確実で見えていないという事情、どこから生じるかというのが、この左の図です。これ、ずいぶん前から私、掲げてますけれども、 コロナ禍において経済が急落した。まあ、ここで空前の金融緩和をして一気に押し返したけれども、コロナがまだ続いている間には経済はだれていた。まあ、そこにワクチンの普及というものも重なり、そしてバイデン政権の財政政策も加わりということで、えー、見ての通り急激に経済が反発する。まあ、景気そのものが回復局面なんですけれども、 回復という以上に加速に近い、まあ、そういう展開で進んでしまうので、えー、純粋な回復局面、つまりまだまだ金融緩和によって支えていくんだという面と、それからあ景気が加速しているから早めに引き締めなければいけないんではないかという、これがどうしても混在してしまうんですね。えー、この区分というものがうまくつかない。でなおかつ経済指標、 という金融政策にとっての羅針盤指針になるものもまた使いづらいというのが今の状況なんですこの右の図上を見ていただきますと失業率と非農業雇用者数の推移を示しています失業率に関してはあこの青い線のようにリーマンショック以降からずっとこう下がり続けてきてまあ、3%台起きてたんですねこれが一気にコロナ禍で15%台まで上がって 今下がっては来ているんだけれども、まだ完全雇用の4%には遠いというところにいます。それから非農業雇用者数に関しては、ここに小さく赤い、ほとんど線に見えるような棒グラフがありますけれども、平時においては毎月毎月15万人ぐらいの増加が中立水準で、これが20万人になれば景気強いじゃないか。雇用強くなってくるんじゃないか。 こういう話になるんですけれども、10万人とか8万人になると、ちょっと弱いんじゃないか。まあ、こういう判断になってくるんですね。ところがこれが一気に1000万、2000万人と落ちて、その後数百万人上がってというようなことをこう繰り返す中で、えー、基調的な変化というものがなかなか読み取れない。まあ、そのペースというのも把握しにくいという部分があります。対局観としては雇用は改善していく。むしろ加速していくと。と ということが見込まれるんですけれども、その早さ、時期というものについての不確実性がまだ残るので、金融緩和をどこまで維持すべきかということの難しさがあります。それから、インフレの2%はこの下の図ですけれども、これ、インフレの指数そのものを描いてありますけれども、ピンクの点線のような軌道を、こう、巡航軌道だとすると、それに対して、大きくコロナ禍で下振れてしまった。 下振ぶれたところからの持ち直し場面では、年率2%をはるかに上回るペースでも上がっていきます。だけれども、これが最終的にどこに着地するかというのは、現時点では判断できないというところにあります。まあ、そのいうことで、このコロナ禍の克服過程というのは、マーケットにとっても、FRB にとっても格乱的で不透明である。よく見えない。まあ、その中を、 をぜぜひひで対応していかざるを得ないということなんですね。ですから、まあ、FRB の真意ということが言われるんですけれども、なかなかその FRB 自身も真意としてこうだという断定はできる状況にはないんです。冒頭でも申し上げましたけれども、FRB というのは、まあ、権力機関です。金融政策を行使して国民経済に影響を与える。だけれども、 選挙によって選ばれた人たちではないんですね。それだけに自らが行っている政策について説明責任、透明性ということを重視しますし、その取っている行動の一貫性というものもはっきりさせています。まあ、そのことが今の不透明な状況との中でどういうふうに現れるのかということを頭に入れておく必要があります。最近の FRB の幹部、 の発言を見ますと、ハト派、タカ派が入り乱れていて、死、え、に、ー、滅裂、なんか内部で、えー、混乱があるんじゃないか。まあ、こんなふうな指摘を見るときもあります。例えば、6月16日、FOMC 後のパウエル FRB 議長の会見での発言では、景気回復完了まで経済に強力な支援を続けるというハト派的なことが強調されました。ところが、 翌々日18日、ブラードセントルイス連銀総裁がインフレ加速なら22年後半にも最初の利上げをするという発言をしたんですね。もともとハト派ハというふうに目されていたブラード氏が高派的な発言をしたということで株価はこの時暴落しました。まあ、その後、今後数回の会合でテーパリングも議論するとか、それからまず MBS。 不動産担保証券の購入停止からというようなことの発言もしております。さらに、6月21日、カプラン、ダラス連銀総裁が、現状から見て資産購入の調整の早期開始が健全であるという、やはり高派的な発言をしましたけれども、同日、ウィリアムズ、ニューヨーク連銀総裁は、景気回復は金融政策方針を変えるにはまだまだ不十分であると。 ということを言っております。まあ、こういうふうに、はと、た入り乱れての発言というのは、その後もこう続くんですけれども、マーケットが、その度ごとに焼きむきしたという面はあるんですね。でここで考えなければいけないことというのは、金融緩和、どこでやめるのか、現状十分でサポートしつけて大丈夫か。まあ、そういうことは、今、誰にとっても不確実なんです。 FRB 当局にとっても確実。内部においてさまざまな考え方というのもあります。ですから、FRB の幹部というのは、比較的自分の信じるところに従って自由に発言をするというところもあるんですけれども、それとは別に、ためにする発言というのもあるんですね。つまり、意図を持って発言をするというところが多分にあります。特に、組み合わせとして、これから 経済情勢がどうやら転換するんではないか。金融政策をそろそろ切り替える必要があるんではないか。まあ、そういうときに、市場にショックを与えないために、ハト派とタカ派の人がいろいろ発言をして、マーケットに織り込ませていくという、こういうプロセスがあるんです。まあ、それによって相場が勝手に過熱したり、暴落するのを抑制する。例えば現状においても、ハト派的な発言ばかりをしていれば、株式等のリスク資産は、 すすると思われます、まあ、その一方で、不必要に高波的な発言を急いでしまうと、急落、暴落ということも起こりかねない。まあ、こういう事態を回避,回避していくために、高波的な発言をする一方で、最後はマーケットが激しく反応したときには、パウエル FRB 議長が出てきて、われわれの金融政策のスタンスは変わっていませんと。株が落ちているんであれば 我々はまだまだサポート続けますよということを強調する。まあそういうことをしながら、マーケットがいろいろ追い込んでいくのを促していくということでもあるんです。その点で、これまでのこのハトハタカハ入り乱れての発言であるとか、あるいは FOMC では金融緩和の継続を謳いながら、実際の予想ではタカハ的な傾斜というものを匂わせる。 まあこの辺のやり方というのは比較的うまくいってるんではないかと思われます。いつの間にかまあテーパリング恐怖症というものが随分薄れて、最近では折り込み済みと言われるような状況も生じている。まあ、こういうことで、割と守備よくコミュニケーションを FRB は取っているのではないかというふうに判断できるわけです。 まあここで経済指標、金融政策の羅針盤について、もう少し補足的なデータを入れておきたいと思いますけれども、左の図は雇用とインフレのリンクを考える指標でして、賃金の上昇率と、それから CPI、消費者物価指数ですね。賃金というのは基本的にインフレ指標です。これも多くの場合は連動するんですけれども、 ところが、コロナ禍の直近のところを見ていただきますと、大きくブレでしまっていて、その指針としての役割というものをうまく果たせなくなっている。つまり、今どうなっているこれからどうなるどう着地していくかということについて見えにくくなっているんですね。それから、右の図。これはインフレについてなんですけれども、これも直近のところで過渡的インフレと言われる現象で大きく上振れています。 ただ、今、線を一本足しますけれども、この横線、FRB 目標の2%というものを入れますと、近年はこの2%に届かないという状況が定着しつつあったんですね。経済の成長率が低くなって、いずれヨーロッパや日本のように、ディスインフレ、デフレ傾向というものが出てくるのかもしれない、まあ、そんなことをこちょっとみんな危惧するような状況とでもあったんです。 その中で、コロナ禍で、こう、金利が跳ね上がっている。相当突飛な財政政策、金融政策を打った。だったら、インフレになるんじゃないか、という見立てと、それから、日本のように、相当に決まった金融政策、財政政策をやってるけれども、結局は、デフレ症状を出しきれないという、そういうことに、いずれアメリカもなっていくのではないか、という両方あるんですね。 その点で、この過渡的インフレが過ぎた後、着地点がどこにあるかということについて、FRB もまだ見えてこないということなんです。経済指標も羅針盤として使えない。で行く先もまだまだ不透明感がある。その中で、金融緩和を継続しなければならないという面と、でも経済が正常化するんだったら、金融政策も正常化しなければならないという立場と。その点が、 入り混じっているというのが今の FRB なんです。ですから、まあ、こういう状況から、どって FRB が次のスタンスを見出せるのかということなんですけれども、少なくとも現状では、この雇用インフレ指標で金融政策変更には至らない。だけれども、順当に景気回復が進みますと、年内にはデフレギャップは解消されている。そして、おそらく雇用は あ、3ヶ月6ヶ月間で回復が加速するというふうに想定されますまあ、その時に過渡的インフレというものがちょっと一服してくれば低流で新生インフレの種というものも見えてくるということで一応私自身は6ヶ月間ではどの辺に落ち着くのかということについてもう少し FRB もマーケットも織り込めるようになってくる織り込めるようになってくるということは 結構神経質になってくる場面があるんだというふうにイメージをしております。まあ、そして FRB に見るべきことって何なんだということで、プロファイリングなんですけれども、先ほどから何度か申し上げているように、選挙によって選ばれたわけではない人たちの権力機関であるということで、透明性と一貫性ということを検証しているんです。まあ、そのことっていうのは、経済とか 市場の格乱的な動きというのはなかなか予想困難ですけれども、こういう透明性と一貫性を維持している行動ルールがはっきりしている人たちの対応というのはあ、かなりの程度予測はできるんですね。ですから、いろいろ不確性が多い中でも、FRB 自体の行動の想定が投資家にとっては重要な指針になるということでもあるんです。一つの例として、えー、この左の図。 でですすけれどもおアメリカの長期金利政策金利利政策と住宅指標を加えた図です、まあ、かねて私、申し上げているのは、FRB が中立と言っている金利水準、まあ、それぞれの時点の中立水準ですけれども、この図で、えー、黒い点線で描いているところ、そこに金利が絡むと、住宅がストンと落ちてで、それによって株価が落ちたり、景気がこれから悪くなるんじゃないかっていう、こういう先行シグナルになっているんですね。 まあこの図の中でピンクの政策金利を見ていただきますと、経済情勢とか長期金利の不安定な動きに対して、えー、きれいな階段上で一貫性を持って波形を形成しています。まあ、こういうふうに透明性と一貫性を持つ人たちの判断というものは、それ相応に一旦起こると継続性があるということなんですね。ですから、複雑な経済。 市場の動向にやきもきするというときに、FRB の行動ってどこに向かうんだろう。まあ、このことについて目線を置いてみると、意外と落ち着いて、先々について判断ができるという面があるわけです。FRB の目下の責務ですけれども、経済を正常化させるということにつきますで。とにかく超度級の金融緩和については収束させなければならない。でもそれを急いでしまうと、 おいろいろ、今度、経済の回復大丈夫かという問題が起こってしまう。でも、逆に遅らせることについても問題があって、これまでの長期融緩和によって、相場は加熱してしまうとか、あるいは債務がさらに膨張してしまう。ですから、そのことは牽制しなければいけないんですね。牽制しながら緩和を続けているということなんですけれども、先ほど申し上げてように、ためにする、 タカ派と入れ混じったゼゼヒヒ発言というのも、ある意味では、この不透明な中で一貫性というものを維持している行動だという捉え方もできるわけです。ですから、タカ派的な人の発言によって相場が急落した。これはちょっとまずいんじゃないかという時には、あパウエル FRB 議長が総元締め役として登場して、我々はまだまだサポートしてますよと。 ということを言っていく。でも、マーケットは、高波的な発言がパラパラ出てくることによって、えー、警戒心というものをふつふつとお取り込んでいって、そして、えー、相場水準というものもお抑制しながら、過熱感を抑えていく。まあ、こういう流れになるわけです。まあ、そこからあ、市場の展望していきますと、4月、5月、6月というのはあ、いよいよ景気回復化という指標も出てきて、 数字があまりにも大きくぶれるので、その度ごとに FRB は早めに緩和を解除するんではないかみたいな憶測が出て、株価も安定しませんでした。長期金利も動揺するという時期もありました。ただ、そういうブレを見ながら FRB、うまくコミュニケーションを取って、緩和を続けるんだけれども、 引き締めも考えてますよという姿勢をある程度マーケットに織り込ませることができたそれによってテーパーリング恐怖症みたいなものを抑制することにもほぼほぼ成功したというところまで来ています、まあ、ですから7月というのは比較的この心理的兆候の時期ということになって相場が持ちし直しやすいのではないかというふうに思っていますただここに至るまで 1か月ごとに相場の中で浮き沈みがありました。そしてグロース、それから景気バリュー銘柄、前のシーソーというのもかなり強く出ました。この名残というものが続いている中での展開ですので、1か月単位で相場の不沈というものを考えていかなければいけない。少なくとも8月になって、多くの主要なプロ投資家たちが夏休みに入る。 その前には、もし相場が上がっていれば、えー、利益確定売りというのも出ますので、そういう時間軸の中で相場を捉えていきます。ただ、きな意味での金融緩和、景気回復という下支えはある、まあ。その中での相場のうねりであったり、さざ波であったりということを見分けていくわけですね。ただ、8月、9月とその中で雇用加速、これ、どこで出てくるか分かりませんけれども、 いざ動き出しますと長期金利がまた不安になってきますそして FRB の予想発言にも神経質になってくる8月下旬にはジャクソンホールのーシンポジウムがあってここで、えー、FRB 市長のスピーチも予定をされておりますし9月の FOMC では2022年、23年に加えて24年の経済予想も出てくる ですねまあ、そうなってきますと、さらにその先の軌道というもので、FRB の金融引き締めの進行具合というものについて、マーケットは新たな視点を手に入れるということにもなります。10、12月になりますと、アメリカはインフレギャップに入っているという状況で、えー、利上げ前倒しを警戒しての相場の波乱含みということがイメージされます。おそらく テーパリングについてはもう当然指していてそれほど反応しないという中で利上げがどうなるかということに意識が回っていくということかと思われますですから今年後半大きな意味での相場上昇局面ということではあるんですけれども金融相場の後半戦で高値波乱ということの道筋が私の想定の中では変わらず続いているということなんですね この7月から8月にかけての心理的な昇降状態の中での相場上昇というものをうまく活かして、この後につなげていきたいというふうに考える次第です。コロナ禍を克服する正常化の過程というのは相当なデコベコ道で、かなりの不確実性があるというふうに判断されます。まあ、そんな中で、経済、 市場の動向をピンポイントで予想していくというのが非常に難しい。どうしても軸足がぶれてしまうということが起こります。まあ、そんな時に私は経済、市場の予想よりも人の行動を予想するというところに重きを置く場面があります。通常のマーケットであれば市場参加者の心理状態、その心理の背後にあるポジションの状況を読んでいくということをやります。 その一方で、マクロにおいては FRB という金融政策、実力行使ができる。しかも透明性と一貫性がある。まあ、こういう人たちの行動を見ることによって、えー、自分の投資の軸足を定めるということをやっています。皆様にとってもそういう視点が何かお役に立てればというふうに思う次第です。YouTube でこの動画をご覧になっている方へ、 田中大介のマネーは語るは楽天証券の投資情報メディア、投資ルにで展開をしております。過去の動画もレポートも掲載されておりますし、他の専門家の方々の分析も多数掲載されておりますので、ぜひご覧ください。そして、えー、この動画いいなと思われた方は、いいねボタンと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。